知良島惑星は、大江健三郎の長編小説であり、知良島の続編である。知良島とは異なり、宛先を特定しない手紙という形式で書かれた。月刊誌、ヘルメス1991年1月号から1991年9月号に連載され、1991年に岩波書店から出版された。2008年に講談社文庫へ収録された。大江は、知良島と本作はイエーツを主題のイメージ化の支えにしたと回想する。前作、知良島の続きの物語である。社会では、選ばれた者と落ちこぼれとの間で和解が進んでいく。律子と1日の息子、泰君が生まれる。知良島を経験した者の血を引く、子供たちには特別な知的な優秀さがあることが判明する。泰君ら2世には、特別教育プログラムが施されることになる。1日は反、スターシップ公社の地下組織に3年間潜伏していたが、新たな宇宙計画に参加するためにスターシップ公社に復帰する。1日は、知良島の情報を新しい地球から伝達する通信基地を建設するために土星の衛星タイタンに旅立つ。古い地球においては、アマゾン世界大戦が起きる核兵器を保有する地球酸素1.4供給機構が先進諸国に宣戦布告を行う。指導者アナトリオ・キクチは先進諸国の富の貧しい国への移譲を要求する。しかしこれは国連、スターシップ公社の連合軍により制圧される。新しい地球においては、知良島による肉体改造を拒否して反乱軍となった者らは指導者エリサンバルの下でコロニーを形成し新しい社会を建設していた。一方で、選ばれた者らの帰還の後に、知良島に入ることを目的に新たに、新しい地球へ移住した者らの生活は、大敗を極めていた。1日は、タイタンの通信基地の建設後、知良島の調査のために、新しい地球へ向かう。知良島のあるエンピレオ高原で、調査隊と新移住者の間で発生した戦闘から、小型核兵器が爆発する事故が起こると、新移住者の大半が命を落とし、知良島の多くも破壊される。サンバルは、知良島が何らかの知性体の言語行為であるという。それを読み解くための宇宙共通感覚を得るため、1日は宇宙マーブルサボテンの麻薬手術を受けてメッセージを受け取る。新しい地球からタイタンの通信基地に戻った1日は、スターシップ公社に、泰君ら、知良島を体験した者の子供を、宇宙少年十字軍として組織し、知良島のソフトウェアの内容を受信する媒体にして、欲しいと伝えてきた。繭カプセルに入れられ、溶液のプールに漂う泰君ら、宇宙少年十字軍の姿を見ながら律子は祈る。どうか、このように膨大な距離を隔てて、呼び交わし合っている夫と子供のために、そしてそれに立ち会っている私のために宇宙的な恩寵をお与えください。通信は完了するが、タイタンの通信基地は消滅してしまう。宇宙少年十字軍の計画には社会的な反対も大きく、抗議デモは拡大し、テロが発生し、スターシップ公社代表の高志は殺害される。この事件をきっかけにスターシップ公社の権威は欠げることになる。宇宙への人類的な情熱も失われてゆく。社会の宇宙少年十字軍への関心も失われる。時が流れ、宇宙少年十字軍は成人し、泰君は建築家となる。3西部で危うくなった原爆ドームを再生させるプロジェクトの公開コンペに泰君が入賞し、原爆ドームを覆う二重の透明な伽藍を築き、礼拝堂にすることが決まる。律子は、1日がタイタンに旅立つ前に2人で行った旅行での原爆ドームこそが人類の知良島ではないかとの1日の言葉を思い出す。ありがとうございます。